8月5日水曜日、ただいま19時56分、本日のポンド円のトレードポイントを見ていきます。皆さんこんばんは、たかしです。まず日足からです。現在は昨日もご説明しましたが、ここ 147.954 から 123.991 に当てたフィボナッチリトレースメントの 61.8%、 ここなんですが、 138.8 付近のところに今ちょうど重なってますが、ここで今上値が止められている状態です。昨日の動画では一旦ここに黄色のこの切り下げラインに押しが入ってくるかなって思ってたんですが、今は押しも浅めで急上昇してきている状態です。ただストキャスティックスはもう高値圏にありますので、いつ一旦の下落が来てもおかしくないので、ここからのロングはあまり優位性がありません。4時間足です。昨日の動画はこの辺まで押してくるかなと思ってました。で、GMMA も今この辺まで少し乖離してますし、日足の GMMA はもっと乖離してました。ここですね。ですので、この少なくとも黄色の切り下げラインぐらいまで押しが入ってもおかしくないような状態ではあるんですけれども、だいぶ上昇圧力が強いのか、ドル安円安ですごくそれに左右されてる感じで、今一気に吹き上げてきたんですけども、ここにエリオット波動の1、2、3、4、5、まあ、エリオット波動の5波をここに描きましたが、こんな感じかなと思ってます。現在は3波が終わって4波に入るかと思われましたが、今また上昇してきておりますので、これが前回の高値、ここですね、 139.2 付近を超えてきますと、まだ3波進行中という形になります。ストキャスティックスはまだ上値余地があります。マックディはゴールデンクロスしようかというところですが、ここでストキャスティクスがデッドクロスしてくると、さらにもう一段階下げるという形になってきますので、注意が必要です。1時間足です。少し今抜けてきてますけれども、今一旦この高値ですね、でこの辺この辺で同じとこら辺で抑えられておりますので、今トレードするならここからのショートエントリーがいいんですが、ストキャスティックスがまだ上に向かっておりますので、ショートエントリーするならこれがデッドクロスしたところでしていくのが優位性があります。ただこのまま行きますと、今上に伸びてきてますので、この高値 139.2 を目指してくる感じに見えます。どちらにしても今からロングを狙うのは少し抵抗もたくさんありますので、優位性はないかなと思っております。仮にここを大きく上抜けたとしても、こちらの高値の上限もすぐそこにありますので、あまり伸びしろがありませんので、少しトレードするにはやりにくいなという感じですね。一旦深く押してきてくれると、そこからの押し目買いがしやすいんですが、あまりにも押しが浅いので、ここからここに取ったフィボナッチリトレースメントの 23.6% にも届いてない状態ですので、ちょっとこの状態でのロングエントリーはしにくいなと思ってます。1時間足だいぶ上昇吹き上げてますので、これがもしかしたらバイングクライマックスになって、そこからの急下落っていうことも考えられますので、ちょっとしばらくは静観かなと思っております。で、次トレードするならやはりそれなりに押しが入ったところで押し目買いがいいと思います。どちらにしても今は上抜けしてくるか、もしくはここで上げ止まって下落するかの待ちですかね。ですので、安易なロング安易なショートは今は禁物だと思いますので、ご注意ください。では本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。